はい、皆さんこんばんは。2月13日、8月4日、23時を少し回りました。どうもこんばんは、猫のポチでございます。こんばんは、宇太郎です。ユーストリーム前語り、天使なんかじゃないよ、オスの巻、始まりました。始まりました。まあね、リアルタイムで聞いてくださってる方の方がむしろレアなんじゃないかと思いながら毎月やっております。レアですね。レアですね。まあこの企画、ユーストリーム前語りは、ツイッター漫画語りの派生イベントとなっております。うんでんで、はい、ツイッター漫画語りとは一体何なのよ、宇太郎さん、どうぞ。はい、ツイッター漫画語りというのはですね、毎月一つの漫画作品を取り上げまして、ツイッターのハッシュタグを使ってですね、皆さんで語り合うというイベントでございます。はい、いや緊張は相変わらず全くしてないんですけど、はい、ただ台本にセリフは一切書き込まれてないじゃないですか。そうなんですよね。考えなきゃいけないですね。そう、割とね、フリートークなんですよ、ずっとこれは。しかもね、毎回ね、ツイッター漫画語り何っていうのもね、うん、この説明でいいのかどうか、いつもねなんか違うような気もするんだよね。もうちょっとなんかいい言葉があるような気がするんだよ。正しい言い回しとかね。うん、でもなんか、うん、まあ、こういうしかなくないっていうところで今のところこういう説明になってるんだけどね。いや、だから今後違和感があったらそれはその時に言うよ。あ、そうね。そう、だから現状をこう違和感を感じてないからいいんじゃないかな、それで。まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、1時間ばかりこれからね、くっちゃべりますんで2人で。はい。で、まあこう前回のね、羊の歌をやりましたけども。やりました。はい、つい1週間前ですよ。そうですね。いや、盛り上がりましたね。すごい盛り上がりましたよ。そう、で、久しぶりのね、ツイッターのみイベントということで、うん、今まではユーストリームで、私宇太郎がね3時間しゃべるっていうのをやってたのを、一旦しまいにしまして、ツイッターオンリーに戻しまして、で戻った第1回目、その、うん、ちょっと不安だったんでね、やっぱりね。あ、大丈夫かな、大丈夫かなとね、閑散としちゃったらどうしようかなっていう、そうね、うん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 、あの主催者だけのツイートがこう流れ続ける感じになったら寂しいなと思ったんですけど、うん、いやでも結構いろんな人がつぶやいてくれて、いやー営業したよ、だって。うん、やっぱり営業のおかげですよ、本当に。毎回思うけどね、営業が入るようになってからね、客の入りがやっぱ安定したよね、すごい。なんだろうな、ツイッター上でしか俺はやってないんだけど、はい。まあ、やっぱいろんな SNS 行って営業すると、また違う展望が見えてくるのかな、これは。ああ、その、だから違った層が来てくれるようになるって話かな。うん、そうそうそう。いやでも本当ね、盛り上がって嬉しかったですよ。うん、いや本当にね、あのいろんな人がいろんなこと言ってくれたっていうのは素直に嬉しかったですね。うん、ありがたや、ありがたや、ありがたや。次回もそうなるといいんですがまあ大丈夫じゃないかなっていう選定をしてるつもりなんだよね、こっちとしては。うん、好きな人はすごく好きな作品だし、そう、あと今回のは難しくないしね。あ、そうね、あの軽い気持ちで言っていただいて全然いいかなっていうところがありますね。うん、そう思いますよ。はい、あの1巻しか読んだことないみたいな人が来ても多分楽しいと思うんで、うん、というわけで、今回というか次回取り上げる作品はですね、今画像を出しましたけども、天使なんかじゃない、矢沢愛さんの、漫画となっております。はい、この作品は、集英社の少女漫画雑誌リボンにおいて、1991年から94年まで、連載された作品です。はい、単行本は全8巻、完全版コミックスが全4巻、文庫版が全6巻。いやー、3パターンも出てますよ。すごいですね、やっぱり名作だっていうことをこう物語ってますよね。うん、そうですね。で、まあこれね、まあ、矢沢愛さんっていうと、まあ、この間ほら、何？前回の本番の前、あのツイッター漫画語りの後半、あ、矢沢愛作品なんだっていうのとともに、はい、ご近所物語は読んだことがありますとか、パラキスは知ってます、はいはいはい、ナナは他の作品はっていう声は、ね、結構あった、うんうん、まあ、ナナがものすごいヒットしたから、ナナ書いてる人だよっていうと、あー、うん、あの人かってなる感じはあると思いますね。ナナはそれこそ本当ね、男女どっちでも人気がもうある意味社会現象になっちゃった作品だからね。うん、あれでもさ、今ほら救済中なんですよ、お体。あーらしいですね。そう、壊されてて、はい、でこの間ちょっと復帰するんじゃないかみたいなのがあっ
って、ほうほう、でそれは7じゃないんだけど、なんかイラストっていうか1ページ矢沢愛が描いたのが出たのが確か今年の頭。おで、まあ、もしかしたら、そろそろ復帰あるんじゃないのっていうのも含めてね。おでその矢沢愛の、まあ、7を知ってる、パラキス知ってる、ご近所物語知ってるっていう流れの一番こう矢沢愛がヒットし始めた作品はこれなんですよ。なんで今回は久しぶりに少女漫画ということで、はい、久しぶりか、ね、久しぶりかな、久しぶりでしょ、うん、久しぶりですよ結構。あんまり前にやったのはなんだ、カードキャプターさくら、あ、じゃあ僕たま、あ、ひで、ん、あの、ヒーズルところの天使が、ところてんが割と最近か、はい、4月ですね、だからそうですね。まあでもところてんは割と感覚としては古典だよね。そうね、あんまり少女漫画っぽくはなかったかな、うん、それだとその前の月にあの僕の地球を守ってをやってるんで、僕たまの方が少女漫画は少女漫画だけど、あれは SF でもあるので、うん、そうね、そうなるとカードキャプターさくらかなって行くと、まで遡らないと、でもカードキャプターさくらもファンタジーだからなっていう、うん、しかもね魔法少女ものっていう、そうそうそう、ちょっとね、でじゃあ他にはってなった時に何、動物のお医者さんもまたちょっと違うじゃん。そうなんですよね、変化球ばっかりやってる、そうとするとってなって、夏目友人帳かそこまで戻るあれもでも純粋に少女漫画っていう感じはないよね、うん、男の子が主人公だしね、男の子も面白がって読むしね、あれはね、うん、難しいですね。そうするとこう正統派少女漫画というか純正少女漫画って今までやってないわけだ。そうね、本当にこうなんか恋愛ものキャッキャウフフしてるみたいなやつっていうのはないね。ない、あの特殊能力があったりとか、うん、その恋愛じゃないとこう主眼にしてる作品が多かった中で初実質少女漫画来ました今回。そうなんですね、はい、あ、ハチクロでも一応やってるかな。あ、そっかそっか、ハチクロやってるんだ、すげえ最初の方だよね、うん、それ最初の方にハチクロやってるから、はい、3年前、まあ、それが最初といえば最初あ、じゃあハチクロ以来3年ぶりだ、すごいですねまあでもハチクロは割と近年の作品だから、そうですね、うん、でその流れの、まあ、元の方にあるんですよ、天使なんかじゃないわ、うんうん、いやー俺はね小学生ぐらいの時に読んで、すごいこれ面白いなと、はい、ああそうなんですか、はい、当時なんでどうして読んだんだろうな、当時小学生、小学生、小学生男子がそのこの作品を読むきっかけって何なの？うちねお袋も漫画読みなんですよ。ああ、家にじゃああるんだ、結構その自分が買ってこなくても、そう結構あって、でしかもこうなんだ小学校ぐらいってなんだろうな、別にお小遣いもらって自分で本屋行くっていうんじゃなくて、親と一緒に行って買ってもらうっていう感覚で、ああはいはいはい、でその親もなんだろう、少女漫画も青年漫画も少年漫画も読むような親だったから、そこに区切りがなかったんですよ当時。はいはいはい、だからまあ少女漫画だからみたいなものはなかった、うん、なかった。で今思えば、あ、あれもこれも少女漫画だったなっていう、あ、今思うとなんだね、うん、で当時だから違和感全くなく読んだんですよ。おで、うわー、で当時は、あ、大人ってこんななんだとは言わないけど、こんなところもあるのかもしれないみたいな、はい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 、そのまあなんだ少女漫画幻想的な、うんうんうん、ものがあって、でもやっぱりねその区切りがないからより漫画として面白くないと多分読まなかったと思う、子供の頃って。はい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 、でね、まあ、ついこの間読み返しましたけど泣きましたよ、はい、うん泣くよねこれね、泣くよこれいい年こいた大人を泣かすよね。はい、アラサーは泣きますよこれ読んだら。多分泣くよね。でそれは多分なんだろう、今男性が大人になっておっさんになっててもそうだし、うん、女性がいい年になっててもこれ感動する作品ですよ。女性は多分大丈夫だと思うね、ほぼなんかこう、まあ嫌いなポイントはあんまりないんじゃないのかな。いや、あのね、
少女漫画が読めない女性っているんですよ。ああ、そういう層か。そう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 。そういう層。ニッチだけどね、そっちの方が。マイナーですけど。でもいるよね。うん。あの少年漫画は読めるけど、うん、みたいな、うん、そうそうそう、なんか虫図が走るっていう人も世の中にはいるんですよ。うん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 、まあでもそうな、でも万人に受け入れられやすいと思う天使なんかじゃないわ、うん、あの最近取り上げてきた作品の中ではものすごくマイルドにいろんな人に勧められる作品だと思ったね。そうね、ここ2ヶ月誰かさんのせいでちょっとあの、うん、簡単には勧められない作品だったからね。そうね、でその前もセイントセイヤだしね。ちょ、太郎さんの中でセイントセイヤの評価は低いよ。俺はセイントセイヤ誰でも勧められると思ってるから。そうかな。さあそんな思い起こしをしながらやっていきますけども、はい、じゃあまずは宇太郎さんが、天使なんかじゃないからイメージした楽曲をいきますか。まあ、誰のせいかっていうと、はい、まあ、猫のポチなんですけどね。まあまあ、なんだろうな、最近こう猫のポチさんツイッター漫画語りのこう、うん、名誉顧問みたいになってきてて。やったー、給与とかないけどね。うん、名誉顧問になってきてる気がしますね、うん、楽しいからいいんです。はい、じゃあ曲紹介お願いします。はい、大事マンブラザーズバンドのそれが大事、聞いてください。聴いていただいている曲は大事マンブラザーズバンドそれが大事です。はい、この曲はですね、1991年のヒット曲なんですよ。だからこの、天使なんかじゃないが、連載された当時に流行ってた曲、まあ、ヒットした曲と、うんうんうん、まあ今回ね、その、うん、天使なんかじゃないを読んで、うん、91年かどんな年だったのかなと思ってウィキペディアで調べたんですよ。その今便利でウィキペディアに何年って入れるとその年、うん、日本で何が起こったのか大体わかるみたいなのになってて、でヒット曲のところを見たんですよ。そしたら、まあ、こんな曲とか、あとは、うん、どんな時もとかね、はいはいはい、あのマッキーのね、うん、あの辺がこうずらっと並んでて、あ、なんかこうなんで、なんていうんだろう、こう社会の雰囲気っていうのかな、こうみんながこういう気分だったんだなみたいなのがこう見える感じがしてね、それとこの、まあ、漫画の作品の中の雰囲気というか空気感みたいなのが、うん、あ、こんな時代だったのね、うん、と思ったんですよ。あ、まあ、明るいっていうね、
ところがありますね、うん、でねやっぱりねどっか壊れてる感じがするんだよね。壊れてる、うん、そういやなんかねこう明るすぎてね怖い感じなんだよねなんか。ああ世代論になりそうなところだねこれは。うんまあこれは自分がこの年だからっていうのはあるのかもしれないけど、うん、この要はこの91年っていう年を何歳で過ごしたのかどんな立場で過ごしたのかで多分この、曲を聴いた時のなんか、うんうん、違和感というか、うんうんうん、感じ方がねそうそうこうなんか気持ちって多分違うと思うんですけど、うん、あの自分が聞いた時にこの、それが大事なんか聞くと、うん、もうちょっと怖いんだよねああそのなんかねこう暗さとか不安とかっていうのは当時はなかった。そうそうそうだって小学校低学年だったもんリアルタイムで言うなら。まあね自分もだってリアルタイムで言ったら5歳とかそんなもんだから、うんそんなこと知らない時代だからね。怖いことがなかったから、うん、だから割となんかまっすぐな気持ちで俺は今回の作品も読んだしそれが大事も聞ける。ああ、そうかそうこれねあの自分はその当時はその5歳の時に読んでないわけよ、うんうん、で今になってやっとその読んだで、うん、思い返してみても5歳の頃の思い出って思い出せないから難しいよね。ほとんど思い出せないから、うん、そんな時代だったのかってもう本当に自分が生きてた時代なんだけど、うん、その生まれる前の時代のような感じさえ知ってるわけ。はいはいはい。いやわかりますよ、うん、ほらだって生まれてない人もわかるっていう。そう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 。あそうか。なんでネガティブなところをこう引っ張ってくるかなって思ったけどいやでも曲とかは別に明るいし多分それ本当に世代による感じ方の違いなんだろうな。まあ、おそらくそうだと思いますね、うん、でまあ今回こうねユーストリーム前語りをやるにあたって、まあ、今回に限らず宇太郎さんにもこう話のトピックをいくつか考えてもらうんですけど、はい、もうね宇太郎さんが考えるトピックはね全体的にねうん分かったそれは本番で言おうっていうのが多くてまあ、毎回そうだね。前回前々回か、うん、と前語りやってるんですけど大体そんな感じだよね。宇太郎さんの上げてさスカイプのチャットでやり取りをしてこうやりあの次じゃあこんな話でしましょうと2人でトピックを持ち寄ってじゃあ本番の構成作るんだけど宇太郎さんが持ってくるのははい、はい、はい、没はい没大体もうここの場所では喋れないようなことばっかり考えてるんでね。 それは当日行ってくださいって思いながら俺は切ってるんでこの前語りの立ち位置っていうのもなかなか難しいところでどれぐらいそのネタバレをしていくのかとか内容に突っ込んでいくのかという話があって、うん、まあその辺はどちらかというとこう猫のポチさんの方がハンドリングをしてるんだけれども。そういやでもね分かるんだよどこまで行っていいのかなが分からない感じっていうのは。うんうん、だそのもうあらすじすら言ってないじゃん今回俺たち言ってない、うん、うっすらしたやつではさっきなんだろう明るい話であるっていうのと、うんうん、まあ正統派少女漫画って言ってるところから、まあ、恋愛がメインなんだろうなみたいなところがうっすら皆さんにそう伝わればいいかなって、うん、でねでまあじゃあ次の、まあ、あれに行くとその天使なんかじゃないここに注目してほしいっていうところをねいくつか挙げていきますので、ババン今月のここに注目のコーナー、はい、これはですねコーナー名的なものがないと寂しいでしょって TBLB さんに突っ込まれたんで、ね、はいその通りでございます。はい、でまあ天使なんかじゃないっていう作品、まあ、先ほど出てきた少女漫画ですよっていう、で俺の中ではこれこそがザ少女漫画なんですよ。うん、正統少女漫画なん でその中でねやっぱ他の漫画と明らかに違うここがすごいっていうところは洋服であったり髪型であったりっていう、はい、このファッションセンスなんですよ。はい、でこれはね例え話で失礼なんですけど、はい、巨人の星の秋子姉ちゃん、うん、彼女はみんな知ってると思いますね、はい、パッと頭に浮かぶかどうかは別にしても秋子姉ちゃんは出てきた時からワンピース、うん、でお金持ちの旦那さんを捕まえるまで彼女はずっとワンピース同じワンピースなんですよ。
あのちょっとピンク色っぽいね、そう赤っぽいピンク色っぽいワンピースをずっと着てるんですよ、うん、でそれはでも60年代70年代は当たり前にそうだったんですよ、漫画っていう媒体においては、うん、記号なんですよ服は、うん、キャラクターを示すものであって、なんだろうな、制服寝巻きっていうそういうなんか場面を表すものでっていう記号であったから、うん、おしゃれをするとかそういう感覚ってほんとねなかったんですよ、特に少年漫画において。で、物理的な服として書いてなかったんだよね。そう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 、現実とかは関係なかったんだその頃は、うん、でただいつの頃からか、まあ、24年組以降って感じなんですけど、その表情と同じなんだなっていう、うん、髪型であったりとかファッション服であるっていうところは変わっていいんだってことに気づくんですよ。あ、というか普通の人が当たり前に変わるじゃないかっていう話ですね。それを漫画の中にやっぱ取り込んでくるんですよ、少女漫画が。まず最初に、うん、で少女漫画のその中ですごくねそこが大事なところなんですよ、別に店内に限らずなんですけど、うん、でやっぱでもそこを店内の中で見ていくと、主役の子の服装が制服だったりとか私服だったりとか、はい、いろんな髪型をしてみたりとか、途中で髪を切ったりっていう描写がある。そうね、これはねないんですよ普通の漫画には。髪切るはなかなかないかもね。そう、でもその髪切るっていうのがその物語の中でもやっぱ一つキーになってるっていうか、ちゃんとストーリーラインに組み込まれながらそういう描写が出てくるっていうところを、うん、まあ見ていただきたいかなと。そうですね、うん、これね、あの何気にモブキャラとかも結構こう着てる服が、うん、そうそうそう、かわいい服着てたりするんですよね。メインどこだけじゃなくて、でそれこそなんだろう、背景に据えてそこにいるだけのキャラクターなんだけどおしゃれだったりとか、細かいとこ読んでいくと、うん、そういうとこをちゃんと気を使ってるんですよ矢沢愛さんは、やっぱり、うん、でね、そういうのってやっぱ少年漫画より少女漫画が早いんですよ。やっぱり尖ってるんですよねそういうところが、うん、一つ尖ってて面白いんだけど、それが男の人にどう伝わるのかなっていうのは、うん、自分が、うん、漫画をよく読むようになって、うん、感じたのは、これ描くと思ったら、うん、すごい大変なわけですよ。そのキャラクターの服を何パターンも考えなきゃいけないし、その場面に合わせて、あ、今夏だから夏服にしようとか、うんうん、そのこのキャラクター出かけるから私服着るんだけれども、どういうところに出かけるから気合入ってる服なのか、うん、ちょっとコンビニだから割と抜いた服なのかみたいなことを、その普通人間って出かけるとき考えるじゃないですか、うんうん、でも漫画家が漫画描くときにこのキャラどういう状況だろうと思って服まで考えるってすごい手間なんですよね。そうですね、考えたら、うん、だから昔のドラえもんだったらのび太くんはいつもこの格好で OK だったはずなのに、うん、それが、あ、今日はその静香ちゃんとデートだからちょっとめかし込んでる服を着せようとか考え出した途端にのび太の服のパターンをたくさん考えなきゃいけなくて、すごい大変なはずなんですよ、うんうん、で服が変わるとやっぱりその見栄えが変わるから、それに合わせてこう画面の見せ方とかまで考えなきゃいけないとかっていう風に、自分で書くっていうことをこうワンクッション入れるっていうか、そのそういうフィルターで見ると、まあ店内なんかは、うん、服がすごい変わるんですよね、そのキャラクターが。あんまり同じ服を着ないんで、うん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 、見るたんびにはよくこういろんなパターン考えてくるなっていう、しかも結構奇抜な色使いのなんか服着たりするんですよねこのキャラクターが。そう、そこら辺は何だろう、その当時の少女がファッション誌として漫画作品を読んでいる、読んでいた、読んでいる。でそのナナの話で着回してたりするっていうのもそうで、リアルじゃないんだよ漫画だから、うん、でもそれを手本にする可能性がある、手本にできるんだっていうのをちゃんと示してるんですよね、うん、それはコスプレじゃなくておしゃれってこうだよねとか、うん、そういう部分もちゃんと気にしてるんですよ矢沢愛さん。だそこをねその漫画を読んで感じろとは言わないんだけど、
そう、まあ、ちょっと楽しんでみてねっていう、そこをこう主眼を置いて読むのもまた面白いポイントかなっていう、うん、そして、次はい、男が少女漫画うるせえいいから読めっていうね、この無理やりな無理やりな、いやでもやっぱりね、少女漫画っていう、うん、なんだろう、名前がやっぱり良くないよね。なんか女の子が読むもんみたいな、こう少女趣味とかっていう言い方があるじゃないですか。あ、メルヘンチックみたいなね。そうそうそう、はいはいはい、なんかこう めめしいじゃないけれども、その少女趣味なやつみたいな言われ方っていうのは、どっちかってちょっと悪口っぽく使われちゃってるのが、まあ寂しいよね。少女漫画もすごい男が読んでも面白いのに。そら、でもなんかその少女漫画っていうネーミングがうんぬんっていう話になると、でもね、対比されるのは少年漫画だからしょうがないんじゃねえかっていう気がする。しょうがないんだけどねでしかも少年漫画を今躍起になって読んでるのは腐女子のお姉さんたちだからそこがちょっと待って、宇太郎さん、宇太郎さん、それはちょっとずれてるわ躍起になって、違う違う、よくお金を落とすのは腐女子のお姉さん方だけど、やっぱりなんだろうな、購買層のメインは少年だろう、ジャンプだろうと。え、でもジャンプがその少年層をまた獲得したいっていうことで、バトル漫画をちょっとやめようっていうふうに、なんか舵を切ったっていう記事を、ネットの記事だけどね、読んだ時に、ああそうか、もう少年漫画っていうふうにくくられているものっていうのが少年のものじゃなくなっちゃったんだなっていうふうに思ったんですよ。いや多分ね、腐女子って狙わなくても自然発生するからいいんじゃないかっていうことだと思うんだ、そこは。そうね、いやだから自分はその記事を読みつつ、うん、いやバトルものだろうがなんだろうが腐女子は発生するから、ジャンプさん無理、うん、無駄ですよって思ったんだけど、うん、あ、だから違う違う、あえてこびないっていう姿勢を取ろうっていうことじゃないのかなって思ったの。あ、まあまあそうかもしれないけれども、うん、だって普通にさ、男キャラが2人以上出てくれば腐女子の方々はそれで OK なんですよ。それで OK なんだよ、うん、成り立つから OK なんですよ、うん、だからそうじゃなくて、より少年の方を向こうっていう意識は分かった。うんうん、でもだってほら、サンデーなんかは4割が、高校生以上なんですよ、読者が。ああ、そうなんですか。そう、割とだから大人読者が多いんですよ、サンデー。はい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 。で、まあ、マガジンは男比率の方が高いんですよ。まあそういう漫画多いですよね。そうそうそう、あとグラビア載るんだよ。はい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 。でやっぱり常にそこを模索してるんですよ、各紙は、どの雑誌も、うんうんうん、でまあその中で男性がですね、少女漫画を読むのはありだと思ってるんですよ、うん、ただ、ね、少女漫画って特殊なんですよね、読み方が、うん、やっぱバトルものとかアクション漫画を多く読んできた男の人は読みづらいんですよ、すごく、うん、違うからね、そう、全然肉体的な移動じゃなくて、なんだろう、精神的な心の中の揺れとかをこう漫画の中に書くんですよ、うん、でそこをね、こう読み取っていかなきゃいけないの、こっち側が。そうね。でその少年漫画のバトルものっていうのは、まあ、肉体が動いて殴り合ったら分かりますよね、それは。そう書いてある。そうそう、パンチが当たってんだからね。そうで、まあ、少女漫画の何が難しいかっていうと、やっぱモノローグだったりとか、うん、それはセリフで言ったんじゃなくて心の中で思ったセリフなんだよねっていうのが、まあ、同じように書いてあったりする。うん、でそこをこう分かるように読み解いていかなきゃいけないんですけど、うん、じゃあその読み方はどうすれば身につくのか、それはね、読むしかないんですよ。慣れですよね。慣れなんです。実践ですよね。そう、実践なんですよ、これは。だからなんか文法的に、ここをこのコマの次はこれを読んで、で今このキャラはその右のコマのこう思いましたっていうような説明はいらないんです。はい、練習しなきゃ分かんないんです、これは。いや、しかもね、少女漫画のその文法って複雑だから、うん、そのなんていうか、ケースに当てはめられないんだよね。そうそうそう。こう右側に書いてあったら絶対これは誰々のセリフですとか、そういうことはないから、うん、小回りとかもものすごい斜めに切ってあったりとか、なんか長いコマが突き抜けてたりとか、うん、こう変な小回りがたくさんあるから。あとそのなんだろう、ファッションを見せたいっていうので縦ぶち抜きで人が、そうそうそう、女の子が立ってたりとかする。でその子が時系列的にどのコマの間にこう、なんだろう、
いるのかなっていうのが分かんなかったりするんですけど、そうそこら辺はね読み込んでいくと分かるようになるんですよ。でそのだから読み方はやっぱ読んでみなきゃ分からないということで、で天使なんかじゃないは非常に分かりやすいんですよ、うん、そういう意味では少女漫画の中でもね、そうあの話の筋とか追いやすくて、うんまあ、人間関係がね2点3点するんですけども、そこがね分かりやすくできているんで、男性におすすめできるポイントはそこです。そうですね、はい、あのハチミツとクローバーより読みやすいと思います。絶対読みやすいね、うん、あとねあの天使なんかじゃないは割とこう事件を引っ張らずにすぐに解決させてしまうところがあるんで、あのハチミツとクローバーの場合はモヤモヤとなって随分後でまた出てきたりするんで、こうそこがちょっとこう混乱するポイントだったりするんだけども、天使なんかじゃないはちゃんと一巻から順々に読んでいけば、その出てくる事件とかあとはなんかこう喧嘩したりしたのもちゃんと仲直りして次に行くっていう、あの短いスパンでちゃんと回してくれるんで、ちょっとあれこれどうなったんだと思っても読み進んでいくと、ああそうだったのねっていうのが分かるように書かれてるっていうところもあるので、そういう意味でも読みやすいと思いますね、うん、伏線の回収は確かに平易ですよね、うん、でもなんか強いんだよねこの作品は、そこが、うんうんうん、なんだろうな、出した伏線をすぐ回収するっていう、そのなんだろうな、短いスパンでどん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 引きを出してくれるんで、うんうん、次へ読んでいくそのトルクっていうのか力がかかりやすいっていうのかな、うんうん、いうところがいいと思いますね。あのこれがどんどん尖った少女漫画になってくると、なんかモヤモヤっとさせたもうすごいたくさん抱えたまんま進んでいかなきゃいけない作品とかも多いんですけど、うんうん、そういう意味では天使なんかじゃないはこう分かりやすくこうなんだろうな、主人公が落ち込んでもすぐなんかあって立ち直ってですぐ落ち込んで立ち直ってっていうのをこう何回も繰り返してくれるから、でもちゃんとそのなんだろう、話数の区切りでは引っ張りはちゃんとうまいよね。そうなんですよ、だからそこをちゃんとコンスタントにやってくれるっていうのが素晴らしいなと思いますよ、うん、で連載ものとしてはなかなかレベルが高いので、ぜひここから少女漫画に入って、いろんな作品を読んでみるのもいいんじゃないかなということで、はい、次はポチのおすすめ曲でございます。おすすめ曲というかイメージ曲でございます、はい、まあ、恋愛もの恋愛ものとね、出てきたので、ちょっと悲しい曲、椿や四重奏のシンデレラです。どうぞ。壊さないから教えてよ、あなたが見たその夢を、はぐれそうで怖いだけよ、今は話さないで。切れた糸はまた結んだ、ただ寂しいだった。嵐の前この静けさ、たまらなく胸躍った。誰のための姿なのか、鏡に映った私は、花のドレス、ガラスの靴、私のこと嫌いだって邪魔しない
はい、聴いていただいている曲は椿ヶ谷重曹のシンデレラです。はい、2人してさ、はい、男ボーカルを持ってきてしまったねっていうのを今は。ああ、そうだね。そう、いや、なんかね、うん、あのドリカムとか選んじゃおうかなともちょっと思ったんですけど、はいはいはい、でもドリカム選んじゃうともうその作品の中なんかまんまになっちゃうかなと思って。そう、俺もね、そう、坂爪美沙子さんっていう結構恋愛曲いっぱい歌ってるアーティストさんがいて、その人の曲にしようかなとも思ったんだけど、ちょっとあまりにもベッタベッタしそうなんで、うん、2人してずれたところを持ってきました。そうですね、やっぱこの辺があの、なんて言うんだろうな、うん、この作、このイベントの運営側の、うん、なんて言うんだろう、キャラクターが出てるよね。あ、そうだね。だからこう、天使なんかじゃないよ、読んだことある人がこれを聞いてて、うんうん、あのイメージする曲なんだろうなって自分で思い浮かべた曲じゃ多分ない方向へ、ない方向へ多分曲を当ててきてるんじゃないかな。そう、いやでもほら本番でさ、うん、イメージ曲今後聴いていくみたいなこと TBLB さんがおっしゃってたじゃないですか。ああ、そうですね。そう、はい、だからあんまりにもメインストリームなところはちょっとずらそうかなっていう、なんか逆にね、みんなにそういうのはこう言ってもらって、そう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 、あ、そうだよねみたいなこう、うん、なってもらえばいいじゃないっていう。そう、いいじゃないっていうところで、なんか俺たちがもしかしたら天の尺なのかもしれない。うん、いやでも天の尺だよね。そう、あ、新しい視点を与える可能性はありますね。そう、うんうん、さて、折り返しました。後半はですね、いやもう残り時間を考えると本当に駆け足でいかなきゃいけないんですけども、大ネタが切ってますね。そう、だいぶ端折ってですね、戦後少女漫画史についてちょっと話していこうと思います。でこれは作品いくつか出すんですけど、全部画像を用意してるんで、よいしょっと。なかなか豪華ですよ。はい、まずはこちら、戦後漫画で初めて物語っていうものを取り入れた作品、作家は手塚治虫でございます。はい、リボンの騎士っていうね、作品がありまして、で少女漫画って今ではほとんど女性の作者なんですよ。うん、なんですけど、始まりはまあね、戦後漫画の始祖と言われる手塚治虫なんですよ。やっぱりやっぱりこの人が始めたんだね。そう、この人から始まっちゃうんですよ、話をすると。でまあこのリボンの騎士があって、でその次に直系ですね、手塚治虫直系でこの水野秀子さんっていう作家がいて、でその中で星の盾ごとっていう作品の中で初めて男女の恋愛を描いたんですよ。その今までは親子だったりとか動物とかね、うんうんうん、そういうなんだろう、パッと一枚絵で可愛いものが出てくるだけだったんだけど、手塚治虫がそこにストーリーを入れて、水野秀子が恋愛っていう要素をそこに初めて入れ込んだんですよ。はいはい。でこれちょっと小さいんでもうちょっと大きくしようかな。この水野秀子さん、この帯、少女漫画史に三千と輝く不朽の名作、すごい帯がついてますね。壮大なスケールで生と死を超越した永遠の愛を描く感動巨編、全一巻。そうですね、これ朝日その生版のやつなんですけど、お、水野秀子さんって当然ね、手塚直系で絵柄とかすごく構図とか手塚さんも似た作品を描いてて、影響をひしひし受けてますね。でその手塚治虫って本当いろんなところでいろんな仕事をしていたんで手が回らないんですよ。ああ。で少女漫画誌で手塚治虫のような作品を描けるやつがいないかって言った時に水野秀子さんだったんですよ。代わりだったんだね。そうで本人はいいんですよ、リスペクトして。水野秀子先生は手塚先生大好きでリスペクトしてて、その、あの常盤荘にも一時期入居してたんですよ。でこの水野秀子が初めてその少女漫画で代名詞のように言われる瞳の中に星がこうキラキラ飛んでる描写っていうのを広めたんですよ、はいはいはい、で広めたっていうのは水野秀子が始めたわけではなくて、それは手塚先生がやってましたよ先にっていうふうに水野秀子さんは言ってる。あ、それを真似して自分は書いたんだけれども、そう、広まったのは自分が始めたみたいになっちゃった。そうそうそう、そのなんだろう、世間に対して広まっていったのは水野秀子の功績だって言われてる。うーん、でまあね、こういう作品があって、
でその後ですね、その少女コミックっていう雑誌において花の24年組っていう人たちが出てくるんです。はい。それがですね、昭和24年近辺前後に生まれた、少女漫画家、代名詞として言われるのはやっぱり萩尾元先生ですね。はい。河野一族、これは、吸血鬼ものでございます。はい。あの先月ね、羊の歌吸血鬼でしたけども、吸血鬼ものでしたね。はい。でまあこういうあの見ていただくとやっぱね線細いんですよね。うん、重ねてるんですよ、すごい。 でもこの頃の作家が何だろう、技法的な部分も含めて物語的なものもどんどんと開拓していくんですよ。はいはい。で過去に、取り扱ったこちらの作品も、はい、ヒーズルところの天使山岸涼子さんも、24年組の一員でございます。はい。さっきちょっと話が出てましたね、はい、ちらっと出てました、ところてん。少女漫画と言いながらも古典の世界を描いてしまうというね。そうそうそう。でやっぱね今見ると古典じゃん、これは。あのなん作品世界じゃなくて現代で、あのヒーズルところの天使を読むって言ったらそれはなんだ、まあ、漫画誌の中の古典を読むような気持ちで読むから。そうね、うん、そうまたちょっと違うよねっていうところがあり、はい。で他にも竹宮恵子先生ですね、はい、風時の歌、この作品はですね初めて、少年愛っていうものを描きました。お、これわかんないかもしれないんだけど表紙の2人は男の子です、2人とも男の子同士ですと。はい、男の子同士であれやこれやがございます。これも、まあ、この頃だからそういうものもだいぶこう漫画の中に入ってきたと。入ってきましたね。これでもすごい作品なんですよ。おお。まあ舞台日本じゃないんですけどね。あ、どこだっけこれ、ちょっと国名まで忘れたんですけども、あのヨーロッパの方の中で、はい、そのなん学生寮みたいなところである話なんですけど、はいはい、いやーこれは全17巻名作なんですけど、はい、いやー今読んでる人ってあんまりいないんじゃないかな。ああ、そうなんですか。でまあ今まで挙げた萩尾元さん、山岸涼子さん、竹宮恵子さんは花の24年組って言われてる人たち、はい、あ、フランス、ありがとうございます。お、19巻かすかさず言ってくれる人がいていいね。ありがとう。で、まあ青年はね昭和24年でその世代としては一緒なんですけども、この夕刊クラブの一条ゆかり先生はあのリボンから出てきたんです。リボングループっていう中から出てきて、でリボングループは他に柚木ひかるさんだったりとか森田純さんっていう作家がいて、でまあ青年はね大体同じぐらいなんですけど、そこは別に付き合いが特にあるわけではなくて、はい、でその花の24年組っていう人たちは同じとこで一緒に漫画描いてたりしてたんで、そのトキワ荘のように、はいはい、でそれとはまた違って、児童ゆかりさん、一条ゆかりさんもね、ほんとここら辺からなんですよ、キャラクターがいろんな衣装をまとったりいろんな髪型をするのっていうのは。おー。だこの花の24年組以降の漫画っていうのはやっぱそういうところ細かいところ設定なりにも気を使って描かれてくると。はい。そして、ポンと世代が飛びます。次はポン、吉田明美さん、バナナフィッシュ。はい、これ絵見てもらうと全然少女漫画じゃないよね。これだけ見ると少女漫画に見えないよね、うん、劇画タッチ、等身の高い劇画タッチの絵で、あの淡白だし目が小さいし、うん、でこれはね劇画の影響を受けて、少女漫画の中にもこういう絵柄で勝負する作家が出てきた。ほう。でまあバナナフィッシュとか吉祥天女とかで、このあといくつも吉田明美さんは当てるんですよ少女漫画界の中で。おー。で非常にね、得意な立場というわけではないんですけど、なんだろう、いい位置を占めてます吉田明美先生は。で今独自のっていうか、そうで海町ダイアリーっていうのが去年の、なんだろう、賞をちょっと取ったりとかして、でやっぱ男性にも読まれてるんですよ。うんうん。
まあそれはね絵柄見れば、まあ、確かに男性も読みやすいかなと思うんですけど、まあ、バナナフィッシュなんかは、まあ、少女女性向けなのかな、あれはやっぱり男の人いっぱい出てくるしっていう感はありますね。おでまあでこう続いて柊木葵さんはですね、耳をすませばの原作者として有名です。ジブリで映像化されましたけども、はい、まあ、ただジブリの耳をすませばより前にやってたこの星の瞳のシルエットっていうのが、まあザ少女漫画ですよ。これもこれはあの表紙からしてこう安心して見れる感じだね。はい、血とか出てきません。殴り合ったりしません。宇宙行ったりしません。平和な感じ。そう、平和な感じです。これね、幼い頃に、出会った少女たちが、少年と少女が、中学校、高校で出会また出会ってっていう、まあ、恋愛学園ものなんですけど、はい、これね、すごい好きなんですよ。で、ラーメンズの片桐仁さんも、はい、星の瞳のシルエット大好きなんですね。おお、片桐仁もしている。そう、片桐仁もしている。あ、そう、私たちの知ってる雰囲気の少女漫画。そう、ここら辺は多分、まあ、リボン仲良しチャオっていうその、まあ、3子あるんですけど、あそこら辺に近いかな。で、やっぱね、今まで他、その以前に、星の瞳のシルエット以前に上げてきたやつは、ララとか花と夢とか、もうちょっと高い層の漫画が多かったと思います。はい、で続いて、ここら辺はね過去にやりました、ツイッター漫画語りの中で。はい、僕の地球を守って読みましたね。はい、ひょうたりさき先生、まあ、これも、これ花と夢で連載だったんですけど、はい、まあ、少女漫画だけど SF の要素がやっぱ強いじゃん、これとかも。これは SF だったね、うん、もう月の基地とか出てきちゃうからね、うん、でも僕たまの一巻ってすごく少女漫画のベタな感じだったよね、うん、その1話2話ぐらいの雰囲気よね。そう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 、学園の中だけの話なのかなって思ったら違ったっていう。はい、いやこれも名作ですね。で、まあこれも続いて、ツイッター漫画語りで取り扱いました佐々木信子さんの動物のお医者さん、ね、はい、これもなかなか独特の作品でしたね。はい、これもね、そのこの佐々木信子さんもね北海道出身なんですよ。はいはいはい、で、あ、土地柄出てるなっていう作家。そうね、うん、あの雪深い感じの描写とかね、うん、でほら今銀のさじ荒川博夢さんのあれがアニメもして大ヒットしてますけど、はい、ね、彼もね北海道なんですよ。ああ、で俺はそのなんだろう、銀のさじとか見てると、あ、これは動物のお医者さんとか、その結城まさみのジャジャウマグルーミングアップっていう作品があって、あ、はい、あの人も北海道だなって思いながら読める。ああ、その北海道感を感じながら読める。そうそうそう、北海道系だなって思いながら読む作家作品ですね。北海道作品。はい、でもうここら辺になると現代ですよ、完全に現代です。東京バビロン、クランプですね。クランプ、まあ皆さん知ってらっしゃると思いますけど、4人組のグループで、で、まあこれ絵見てもらうと多分少年漫画にも見えると思うんだ、これ。そうですね、うん、うん、で、まあもともとね同人活動を、クランププラス2人ぐらいでやってて、でその中からクランプっていう形で4人でデビューしたっていう形になって、で、まあカードキャプターさくら、まあさっきねちょっと話に出てきてやりましたけども、はい、4人いると強いんだよね。うん、そのなんだろう、少女漫画もこれウィングスっていう雑誌でやってたんですけど、はい、全7巻かな東京バビロンは。でその後 X っていう作品が、まああれは途中で止まってますけど今、はい、やったりとかしつつ、もう少年漫画とか青年漫画でも描けるんですよ、やっぱクランプさん。うん、いやクランプ出てきて分業ってやっぱり作品のクオリティを落とさないなっていう部分ではすごいなと思いましたね。まあ映画の作り方みたいなもんですよね。うん、まあそれはね劇画とかが結構前からやってる手法ではあったんですよ。うん、うん、
まあ、話作る人、作画する人っていうのをこう分けたりとか、アシスタントを専業のアシスタントっていう形で入れたりとかするっていうのは、まあ、漫画誌の中ではあったんですけど、それをこうグル、はい、ユニットクランプっていうユニットでやるっていうのはなかなかで、まあ今もねずっと第一線ですから、ここ何十年かクランプすごいですよね、うん、すごいですね。という話から世代的には天使なんかじゃないに落ち着きます。はい、つながってくるわけですね。つながってくるわけです。こういう流れがあって少女漫画で、まあこのあと、ツイッター漫画語りで取り扱った中では、ニューヨークニューヨークなんかも、まあ、少女漫画の位置なんですよ、はい、あれは。そうですね、うんうん、でニューヨークニューヨークあって、ツイッター漫画語りでやったのだと、あとカードキャプターさくらもこの数年後ですね。そうですね、はい。でハチクロなんかはもう2000年代、夏目友人帳も2003年からそうですね、はい。だからこう考えるとさ、夏目友人帳ですら10年前なんだよね、はい、始まったのが。そうだよね、うん、いやー歴史、時間経ってるよね、時間経ってるよね、歴史を感じるよね漫画にもやっぱり歴史ありだよね、うん、でまあこうね、やってきたわけですけども、はい、ぜひ男の人読んでほしいなっていう気持ちがすごいあるんだよね。そうですね、どうなんでしょう、というかね、うん、男2人でこうやって喋ってて、うん、でまあ TBLB さんという方も男性なので、はい、要は男だけでやってるこのツイッター漫画語りというイベント運営がここまで、ま、少女漫画を推してるっていうのは、なんかあるんだよ今まで少女漫画なんかへえと思ってたような人も、うん、漫画読みだと自分は思うんであれば、うん、ちょっと手を出してみてほしいなと思いますね。そうですね、そう。だから俺はね、子供の頃から少女漫画を読んでる少年だったから、はい、違和感は全くないんだけど、うん、やっぱ世間的には、まあ確かにね、本屋行って少女漫画の棚のところに男の人が行くの恥ずかしいかもしれないんですけど、そこがね、なんかこう一個その突き抜けられるかっていうの差だと思いますね。ハードルあるよね。しかもね、うん、しょうがないんだけど少女漫画って背表紙バーって並んでると色味がさ明るいよね、ピンクだったり赤だったり ね、 こう女の子っぽい色になるじゃない、どうしても。なるなるなる。しょうがないんだけどさ、それは、うん、まあ、でもね、手に取ったら面白いからね、読んでいただきたい本当に。今通販とかいろいろあるんでそうですね、これ名作だからね、本当にいろんなところで手に入ると思いますので。そうで、まあ今漫画喫茶とかでもね、おそらくこれは置いてあると思いますんで。宇太郎さん、漫画喫茶って利用したことある？一時期すごくしてましたね。最近あんまりしてないです。そうなんだ、俺一回も行ったことなくて漫画喫茶。あ、そうなんですか。買うんですよ、だから基本的にはすごいな。なんかその猫ポツさんはその、うん、ものすごい漫画いっぱい読んでるんですけど、読んでますね。話を聞くたんびになんかこう普通の漫画読みとずれてる感じがすごくいいなと思っていや、そのなんだろうな、漫画喫茶で読むぐらいなら買って家で読むよっていう感覚があるんでうんうん、うん、でその気持ちわかりますよ、すごく、うん、で昔からその少女漫画が置いてある棚からこう漫画買うのはそんなに恥ずかしくない。でただあれでしょう、うん、リボンとか仲良しは恥ずかしくて買えないんだよね。あー、やっぱりそう。でも花と夢なら買えるみたいな、その微妙なうん、うん、自分の中にしかない、そうそうそう微妙なラインがあってね、ハードね、うん。まあでもそうだな、今読めって言っても読みづらいかもしれないけど、なんかでももうちらっとこの次のね、はい、8月25日の日曜日の夜なんですけど、ツイッター漫画語りがあるのが、はい、それより前に買って読みますって言ってくれてる人もいて、非常にそこは嬉しいです、我々としては。素晴らしいですね、はい、経済効果上がってますね上がってるよね、ほんの少しだとしても。
うん、いやだってそのこれがなければその取り立ててそんな漫画買って読むなんてことがなかったような人が買って読むわけだから、うん、それは一人でもすごいよね。そうね。で男3人でやってるのにここ2年ぐらいは結構少女漫画を取り扱ってるんですよね。取り上げてますね。少女漫画率が上がってきてますよ、はい、本当に、はい、っていうのは俺が俯瞰してこう今までの作品をずらっと見た時に、うん、少女漫画あんまやってないからやんなきゃなっていう話ですよね。あ、透明先生を手に取るのはもっと先送り。えらい、うん、手に取っていただいてありがとうございます本当に。いやー今日もね1時間はあっちゅう間ですよ、はい、あっという間ですよ。大ネタもありましたからね、はい、なんとか漫画誌ってやるのはね大変だわ。 SF 漫画の時もやったけどやってましたね。そう、あれもものすごい勢いでバーッと言ってましたね。そうバーッと言ってましたんで、でもこう今日少女漫画誌の中で取り上げた作品は多分どれを読んでも面白い作品で、それは取り上げた作品だけじゃなくて作家単位で面白いと思いますので、はい、ぜひ。もうだから読まなきゃいけない漫画がどんどん増えちゃうんですよ。そうね、星の瞳のシルエット特に推しますけど、ただ率が高いって言っても毎月少女漫画とかでやりたくないじゃん。そうなんだよね。そう、月ごとにこう色とか変えた方がいろんな人が楽しめるかなって思いながら、うん、この作品選定とかしてますんで、でリクエストね、いくつかいただいたものも、ちゃんと見てますんでツイート、はい、でチェックしてどうしようああしようっていう話をしてますんで、気長にお待ちいただければと思います。いやー楽しみだね。でも次、いやー本当に楽しみです。今回の作品はこう本当に何だろうな、女性がこれを読んでこういう風に思ったよみたいな話と、あとは男性の目線から見て思、うん、そのこの作品をどう読むかっていうのとの差みたいなのも出ると思いますし、うんうん、あとはそのこの91年っていう時代をどういう風に過ごしていたいかっていうようなところによってもこの作品を読んだ時の明るさに対する見え方、うんうんうん、うん、明るくていいねと思うのか、明るくて眩しくてちょっと怖いと思うのかみたいな違いっていうのかな、そういうのもおそらくこう語る人によってこうトーンが変わるんじゃないかなと思ってます。ほんとね、漫画は時代を超えますよ。超えますね、はい、というわけで、はい、今月もお送りしてきた前語りですけども、今聴いていただいている曲の終了とともに配信終了いたします。はい、次お会いするのは8月25日のツイッター上で、その翌週のまた来月の前語りでも、はい、よろしく皆さんお願いいたします。よろしくお願いします。ではまた来月、また今月末お会いいたしましょう。お会いいたしましょう。おやすみなさーい。おやすみなさーい。